松山自動車道川内インターから車でおよそ5分愛媛県東温市三奈良にあるデスパスシティにやってきました。デスパスコーポレーションの越智さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらはどんな施設なんですか？はい、こちらにあります温浴施設や、劇場、産直市などがある複合レジャー施設となっております。劇場ですか？はい、ほぼ毎日ミュージカルを上演しております。すごい。坊ちゃん劇場は四国や瀬戸内県の歴史や伝統文化、偉人を題材にしたミュージカルを毎年1作品1年間上演する日本で唯一の地域拠点型劇場です。現在上演されているのはおよそ90年前松山市出身の近藤兵太郎が台湾に渡り、日本人、漢人、原住民の三民族混成の野球チームを育て上げ甲子園にまで連れていくという実話をもとにした作品です。現在上演中の舞台に出演している俳優の佐藤あかりさんです。岡山県倉敷市真備町出身の佐藤あかりです。ご紹介いただきましたかの1931甲子園まで2000キロで高校生の母親三味役を演じています。現在は愛媛を拠点にしながら振り付けや指導の仕事もさせていただいております。坊ちゃん劇場の舞台に立ってみていかがですか？そうですね、やっぱりお客さんと舞台の距離が近いなというのはお客様からも言っていただきますし、やっている側としてもすごく実感としてあります。今回の舞台はいつまで見られますか？今年の3月23日で千秋楽終演だったんですけれども、好評につき1年間上演が延びまして来年の3月まで上演しています。たくさん見られる機会がありますね。そうなんです。ただ私の出演がですね今年の3月23日いっぱいなので、もしよかったらお早めにね来ていただけたら嬉しいなと思います。ぜひ岡山県出身の佐藤さんの勇姿皆さん見に来てください。お待ちしてます。越智さん、ミュージカルで楽しんだ後は天然温泉でゆっくりくつろいでいただきます。わー、温泉いいですね。ここからは三奈良天然温泉リラクの川口がご案内いたします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。素敵な建物ですね。ありがとうございます。こちらですね1階が温泉のリラクになっておりまして、こちら2階と3階が宿泊施設ジュラクとなっております。どんな温泉なんですか？はい、こちら西日本最大級の露天風呂が自慢の温泉になっておりまして、サウナを含め11種類のお風呂がございまして、その他にですねご家族で楽しんでいただける家族風呂、貸切風呂もご用意ございまして、でそちらの方にも露天サウナのお部屋もございまして、こちらの方もかなりご予約いただいております。じゃーん、館内着に着替えて完全にリラックスモードです。ではお風呂に入ってきます。三奈良天然温泉の源泉は2種類、地下1500メートルの地層から湧き出る第一源泉は美肌の湯、第二源泉は地下2000メートル2億年前のジュラ紀の地層から湧き出す保温効果に優れた温まりの湯です。わー、いいお湯でした。お風呂上がりにレストランでの食事いかがですか？いいですね。はい、どうぞこちらへ。はい、館内にあるレストラン琥珀では美と健康を意識した料理が楽しめます。おすすめはこちら、地元特産の東温もち麦を使った東温もち麦麺天ぷら寿司セットです。こちらが東温もち麦を使った麺ですか？はい。わー、見た目はお蕎麦みたいですね。噛み応えありますね。そうですね、もち麦の麺って初めて食べたんですけど珍しいですよね。そうですね、すごく珍しいんですが、もち麦には食物繊維がすごく豊富に含まれてまして、腸内環境を整えてくれる作用があるので美肌効果にも期待ができます。うわ、じゃあ温泉と合わせて最強コンビですね。そうですね、美肌いっぱい食べなきゃ。お部屋、ベッドも大きくてぐっすり眠れそうですね。ありがとうございます。こちら半露天付きの和モダンスイートの部屋になっております。半露天、はい、お風呂がある、なんて贅沢なお部屋なんですか。すごいですね。そうですね、もうこちらを楽しんでいただくためのお部屋になっております。いや、このお部屋にいると本当にゆっくりくつろげそうです。ありがとうございます。実は今回ですね
番組をご覧の方に抽選で20組様限定で特別プランをご用意させていただきました。一泊二食付き春の旬菜懐石プラン、リラクの温泉も楽しめて、お一人様通常価格14,100円のところ9,800円でご利用いただけます。ご応募は RSK アプリから。ゆったりおくつろぎいただいて翌日にはこちらのクールスモールにお越しください。マルシェがあるんですね。石筒三六マルシェでは地元産の新鮮な野菜や果物をはじめ、愛媛県産のいいものおいしいものを一堂に取り揃えています。今私の目の前にあるこちらの品種、あまり見たことがないんですけど、姫小春というみかんとなっておりまして、はい、愛媛のみしか栽培されておらず、愛媛しか販売していないみかんとなっております。愛媛でしか買えないんですね。はい。程よい酸味があるので爽やかな甘さでいくらでも食べられそうですね。美味しい。ありがとうございます。3月1日からシロスサミットを開催させていただきます。愛媛の柑橘が大集合いたしますので、ぜひとも足をお運びください。お待ちしております。クールスモールにはマルシェのほか食事の店もあります。オールド香港では四国、瀬戸内、石鎚山麓の自然、気候、風土に育まれた東温の食材を使用した素朴で多彩でリーズナブルな中国料理が楽しめます。いやー、おちさん、レスパスシティには楽しいがてんこ盛りですね。ありがとうございます。来月2日から4月7日まで菜の花祭りを開催いたします。こちらは約100万本の菜の花が咲き、今年が最後の開催となりますので、ぜひお越しいただけたらと思います。お待ちしております。